まわです。今回なんですけども、こちらですね、ファイナルファンタジーの、ピクセルリマスターですね、こちらの方ちょっとね購入しましたので、やっていこうと思います。まずはパーティー編成と名前ですね。まあこのまま進めてもいいんですけども、ちょっとねパーティーの方シーフを文句に変更しました。そして、オープニングですね。シーフを文句に変えた理由なんですけども、火力の問題ですよね、もう単純に。物理攻撃、やっぱりシーフ、後に転職して忍者になるんですけども、それよりも、文句からスーパー文句、そちらの方をちょっと優先したという感じですね。オープニングちょっとカットしまして、ここから、スタートということですね。最初は、コーネリア城ですね。こちらから、王女の救出、こちらの依頼を受けて、姫の救出に向かうということなんですが、この国一の剣の使い手って言ってますけどね。そんなものは光の戦士には通用しません。まず最初はちょっと装備整えに、みんな簡単なナイフと服、杖と服とかっていう、そんな装備なので、まず最初は、装備の変更ですね、購入。こちらちょっとね、やっていこうと思います。ちょっと、不要なものとか、装備外していって。で、初代のこのファイナルファンタジーに関してなんですけども、結構ね、装備品っていうの、店で買えるものっていうのが、序盤は豊富なんですけども、中盤以降だんだんちょっと減ってくるんですよね。どうしても店で買うものよりも、ダンジョンとかで手に入るもの、そういったものの方が、性能高かったりするので、結局は、拾ったアイテムに変わってはいくんですけども、あとはね、この、後半ですよね。後半に入るとね、街がすごく少なくなってくるんですよ。引く手とかが手に入って、行動範囲は広がってはいくんですけども、その行けるところ広がる、割にその町が少なかったりとか、町があったとしても武器防具っていうのが購入できなかったりとか、もうそういうお店がなかったりとかですね。ちょっとそんな感じに、進行していくというか、ちょっとね、他のシリーズよりも、その町とかのこの拠点で、準備できることっていうのが、少ない、薄いのが、ファイナルファンタジー一作目の特徴かなと、思ってます。まず今は準備の段階で、今度は魔法ですよね。必須魔法は、レベル1に関してはもうケアル。これが当然ですよね。で、あとは、ディア。これ多分後のシリーズでは出てない魔法だと思うんですけども、アンデッドにだけ有効な全体攻撃魔法です。で、あとプロテス、ブリンクはどちらでもいいんですけども、プロテスの方がいいかなと思って、防御力の方を優先しました。で、このディアがかなり使える魔法なので、
そして黒魔法の方ですね。こちらレベル1に関してはもうファイヤースリプルサンダー、もうこれしか多分選択肢ないかなとは。シェイプね、全く使うことないと思うんで、まあもうこれで決まりですね。そしてまずはちょっとフィールド出て、ちょっとね、まずレベル上げようかなと。これね、まあ、スマホ版、アンドロイド版なんですけども、操作性がちょっと、あまり良くなくて。ちょっと戦闘は、なかなか、手がかかるというか、もう戦うオンリーの肉弾戦オンリーだったら全然問題ないんですけども、魔法を使ったりとかがもうわざわざそのタップしていくのがもう邪魔くさい部分はあるので、ちょっと戦闘は邪魔くさい面があるかなっていうのは感じてます。多分慣れたらそんなでもないかなとは思うんですけどね。これでレベルアップですね。で、まあちょっとレベル上げて、で、ポーションとかね、買っておいて、それから、カオスの神殿へということですね。アンデッド出てきても一体だけだったらもうディア使うまでもなく。で、ここ宝箱ちょっと回収行こうかなと思ったんですけど、よく考えたら今の時点で行っても鍵がなくて開けられない扉っていうのがあるので、ちょっとね、カオス神殿の宝箱はまた、後ほど回収に来るっていうことで、今回はもうこのまま、姫の救出に向かいます。これ、今初めて、まあ、このピクセルリマスタープレイして気づいたんですけど、ウェアウルフって、毎ターン回復あったんですね。全然そういうのをね、本当に気づかずに今まで。で、ガーランドですね。Wii とかで、ファミコン版とか、まあ、プレイしたりはしてたんですけど、やっぱりその時と比べると、いろいろとまあ、インターフェース変わってる部分もあるんですけど、その、さっきの戦闘時のモンスターの自動回復とかも数字見えたりするので、そういう部分ちょっと親切になってるなっていうのは感じますね。で、コーネリア城の、まあ、国一番の剣の使い手というガーランドですよね。まあ一応ね、今回ちょっとレベル上げてからガーランド向かったんですけど、結構ね、レベル1のまま突っ込んでいってもなんとかなったりするんですよね。ガーランドの攻撃が戦士に集中すれば問題ないです。後方メンバーに攻撃行ってしまうとちょっと結構痛いダメージ受けるんですけど、戦士だったらもうほぼほぼダメージ受けずに済むので、でこれガーランド倒して、まあ、城へ戻ると。ここはもう、
自動で戻りますね。で、まあ、イベントですね。で、ここで初めて、まあ、光の戦士っていうのを、まあ、認めてもらえたっていうような形で、これで、大陸に渡る橋を架けてもらえるという感じですね。で、あとここでもう最重要アイテム、リュート、これ必ず受け取っておくということですね。では、ね、北のね、大陸の方へ移動していきましょう。で、これはね、もうほんとファミコンでプレイした時もそうだったんですけど、ここでムービー入るのかっていう。ね、ここで本当にオープニングムービーが入るっていうのが、すごく当時はね、斬新に感じたんですよね。このね、光の戦士のシルエットと、あとバックのね、広い空、この、イメージももう昔からそのまんまですよね。そして、ここで、まあ、ようやく本編始まったかなっていう感じですよね。で、次に向かうのが、港町。で、ここなんですけども、この港町ですね。ここで、まあ、またちょっと装備とか魔法を整えた後で、ここですね。町にたむろする海賊。まあ、9体出てきて、結構敵数多いんですけど、ヒットポイント確かね、一桁だったと思うんで、とりあえず眠らせてしまえば、もうあとはもう殴っていくだけで全然大丈夫だと思うので。いや、全然違うな。ヒットポイント一桁はファミコン版の話か。ピクセルリマスターだと、うん、ちょっとダメージ。30ぐらいヒットポイントあるのかな？いや、25、そんなもんかな。まあ、強い相手ではないので。確かね、海賊はこのイベント戦だけしか多分なかったと思うんですよね。で、これで、早くも船が手に入ります。なんていうかね、船が手に入るタイミングがすごく早くて、本当これも当時結構衝撃受けたんですよね。ドラクエとかのイメージがあって、船って中盤以降みたいな感覚があったので、すごくこれは新鮮に感じましたね。でもここからですね、本当にファイナルファンタジーといえばいろいろな乗り物があるっていう。で、もう序盤からその乗り物を駆使して、ストーリー進めていくっていう部分ですよね。ちょっとね、戦力アップ目指してしばらくここから、まあ、退屈な育成作業に入るっていうような感じですね。
で、ちょっとまあ大きなその移動だったりとか、あと、ムービーの部分だったりとか、そういった部分はちょっとカットしていって、で、まあ、要所要所だけをこう、ちょっと動画切り取っていくっていうような感じで、今回、編集してみたんですけども、まあ、しばらくはちょっと、レベルアップに励むような感じにはなるので、ちょっとだいぶまたカットするとは思うんですけども、まあ、こんな感じでちょっとピクセルリマスターの方、まあ、動画撮りながら遊んでいこうかなって思ってますので、今後もね、この続きとか動画アップしていこうと思いますので、よろしければ、チャンネル登録だったりとか、あと、いいねボタンとかいただけたらありがたいです。ここで、まあ、レベル2の呪文、ね、魔法を覚えれるんですけど、魔法がレベルごとの回数制なんですよね。マジックポイントとかっていうシステムではないので、そこが少し他のシリーズとは違って、魔法の使い方難しい部分があったりとかもするんですけど、まあ、そういったところとかも次回以降の動画とかでもちょっと話していけたらいいなとは思ってます。ということで、今回の動画はここまでとなります。ね、まあ、続きまたアップしていこうと思いますので、また、ね、こちらの方もよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。